ケースツールの例コンピューター、a デッドソフトウェアエンジニアリングとは、ソフトウェア開発やソフトウェアの保守にソフトウェアツールを利用すること。そのようなツールをケースツールと呼ぶ。ソフトウェア開発のあらゆる工程でソフトウェアツールを利用でき、また様々なツールを使用したソフトウェア開発は、ケースと呼ぶことができる。ケースツールには、プロジェクト管理、ソフトウェア、 ビジネス分析、機能分析ツール、システム設計ツール、コード格納ツール、コンパイラ、変換ツール、テストツールなどが含まれる。しかし、一般にケースツールと称されているのは分析及び設計に関するツールであり、設計情報からソフトウェア製品の一部を自動生成する機能を備えるものが多い。そのようなツールから、 ジャクソンストラクチャードプログラミングのような開発手法や、エドワード・ヨードン、クリソ・ゲイン、トリッシュ・サーソンといった研究者が提唱するソフトウェア・モデリング技法が生まれた。この狭い意味では、例えばデータベース製品に適用されるケースツールの機能として以下のようなものが一般的である。ケースという用語は1八十二年、ミシガン州サウスフィールドのネステックコーポレーションという、 ソフトウェア企業が考案したものである。同社のグラフィック及びテキストの統合エディター、グラフィテックストを指す言葉として使われた。グラフィテックストはマイクロコンピュータ向けでは最初期のハイパーリンクによるテキスト文字列の相互参照を実現していた。現在のウェブページリンクの先駆けの一つである。グラフィテックストの後継製品でシグネイドは ソフトウェアやシステムの設計図を論理的かつ意味論的に評価しデータ辞書を作成するソフトウェアである。続いてケンブリッジテクノロジーズ社がエクセロレーターで市場に参入。デシグネイドがカンバーアジェントテクノロジーズ社やバロースのミニコンピュータで動作したのに対してエクセロレーターは IBM PCAT で動作した。当時のパーソナルコンピュータは ミニコンピュータに比較して、ネットワーク機能とデータベース機能が貧弱ではあったが、それ以上に、パソコンでのケースツールには魅力があり、エクセロレーターは人気となった。その後すぐに、ナリッジウェア、テキサスインスツルメンツといった企業が、ケース市場に参入することとなる。初期のケースツールは、ソフトウェア設計をグラフィカルに表現したり、それを分析するものが主流であった。 プログラム設計に関するものとして、エクセロレイターあるがある。データ設計に関するものとして、バックマン UIF などがある。デシグネイドはプログラムとデータの両方を扱うだけでなく、プログラム生成ツールトランスフォームを備えていた。これは、ネステック社がトランスフォームロジックコーポレーションを支配下に置いて得た製品である。1984年、ネステック社は、プロジェクト管理や、 製品構成管理を中心としたライフサイケルマネージャーを開発した。ライフサイケルマネージャーの初期のコンセプトはシステム開発手法とプロジェクト管理システムの結合にあった。従来型のケースツールは1990年代初期にピークを迎えた。当時、IBM は以下のような協力ソフトウェア企業とともに AD サイクルを発表した。これは ソフトウェアのライフサイクル全体をカバーするツールを集約したものである。メインフレームの調楽に伴い、AD、サイクルなどに代表されるケースツールから今日の主流ケースツールへの市場の転換がなされた。興味深いことに1990年代初期のケース市場を占めていた製品のほとんどは CA が買収した。現在では以下のような機能を持つソフトウェアが、 一般にケースツールとされている。ケースツールはコードを出力するだけではない。様々なシステム分析やシダムのような設計手法に基づく出力をも生成する。例えば、以下のようなものがある。ケースツールを以下の2種類に分類することもある。ありがとうございます。